どっこいさんだぞ、よろしくお願いします。本日も、はい、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、どうでした、整形のカウンセリングは。ひどかったですね。ひどかったかな。だいぶ、はい、いや、今日実はね、まあ、撮影の前にナオトと一緒に美容クリニックのカウンセリング行ってきました。ナオトと行ってきました。初めて行きました。どうでした。いやー、ほんとよかったっすね。いや、なんかね、散々言われてね。ナオトはね、ここだけっていうのを決めたんだけど、はい、もうそこだけじゃないの、全部やった方がいいよみたいな。そうですね、全部。そんなに変なのみたいな。変じゃないよ、全然。落ち込みますよ、これ。もう本当に、まあまあ、落ち込むなって。まあ、めっちゃ気にしちゃいますよね。そんな、それわかる。ナオトさ、休憩中とか準備中もずっと見てたもんね。見てましたね、そのカウンセリング用紙みたいな。はい、見るなって、そんな見積もりで。見るな、その見積もりを。さすがにちょっと高すぎましたよ、さすがに。やばかったわ、さすがに。いやいや、まあ、びっくりだよね。はい、保険効かないからね。俺も行ったら、俺もさすがにないだろうと思って。はい、ちょっと待って、俺もないように見えるじゃん。見えますね。そしたら、まさかのここみたいな。マジで、ちょっと見せていいんだった。そんなに見せていい。あ、見ていいんすか。めちゃくちゃ俺も言われたの。俺もここやってこうやった方がいいねみたいな。本当？と言って、はい、俺もやっぱ検査力めちゃ早いじゃん。はい、だから、あ、じゃあ体験できていつできるんですかみたいな。はいはいはい。で、明後日できますって言われて、はい、もう明後日の料金払ってきましたからね。マジで146万9000円。は、領収書。もうやばくない。もちろん現金ないんで。そんなつもりなかったよ、俺だって。いや、全然やばいね。ちょっとギャロンさんの仕分けしとかそういう程度で言って、はいはいはい、なんとなく聞いたら、俺もこことここって言われて、なんか嫌じゃん。なんかムカつきます。じゃあお願いしますみたいな感じで。そんなにある。ないでしょ、俺も。ないですよ、もう。そう、腹の中取り返しつかないんで、まあ行ってきますけど。なるほどなるほど。そんな話はね、さておき、何ですか、今日やるのは。今日はどっこいさんに、ホストに行くからの質問コーナーお願いします。おー、いいねいいね、もう待ってました、こういうの。結構さ、はい、ぶっちゃけ、はい、避けてやってきたじゃん、ホスト系は。そうですね、俺たちの中で、はい、王道の YouTuber ぶってじゃん、もうヒカキンさんだしさ。もうそのレベル結構、そういうのやったけど、はい、まあ、やっぱ求めるのはそっちなんだね、やっぱ一般の方が求めるのは。まあまあまあ、本業そっちですか。ね、ホストが気になるのね、やっぱり。やってきました、ね、はい。他の方の動画で丸パクリなんですけど。はい、それパクっても言わなくていいよ、別に。言わなくていいんだから、そんなの。はい、それっぽくなるんだから。それっぽくなります。なるんだから、ね、やっと言えば、まあ、どっこいさんならもっといい回答してくれるんじゃないかなと思って確認してきました。分かった、それはいいね。はい、これで結構発想が多分そこってくることがあると思うから。はい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 、はい、まあ、俺だから許されることがあったり、まあ、許されなかったことがいろいろあると思って、そこでまあ俺だったらどうするかっていうのをちょっとやっていきましょ う、 そこがねやっぱ欲しいですよね。やっていきましょう。ちょっと水飲んで、ちょっと、あ、どうぞどうぞ、真剣に答えたいんで。あ、どうぞどうぞ。行きましょう。はい、じゃあ一発目いきますよ。担当にブラッピキを求められました。そっち系、そっち系、そっち系。はい、だいぶグレーっていうか。はい、だから俺のチャンネルさ、はい、ホスト1個見てんのかな。どうなんですかね、そこは。いや、見てないと思う。コメント欄見てる感じなんか。そうですよね。大丈夫、担当っていうのは主演してるホストで、はいはいはい、ブラッピキっていうのはお店で使わずに直接お金ちょうだいってことをブラッピキって言うんですけど、担当がブラッピキばっかりするってこと。そうです。ああ、そういうこと。業界用語もあります。説明しながらやっていきますか。はい、まあ、お願いします。その担当がちょっとちっちゃいよね。あー、なるほど。その目先のお金しか見てない感じ。もっと大きいも得るのに。はい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 。女の子って例えば店で1000万使うために頑張れるけど、はい、担当に100万ちょくださいね、やっぱ頑張れないんだよね。あ、そういうもんなんですか、ね、女の子っていうのはちょっと理解してないから、その担当が。なるほど。目先のお金ばっか思いすぎて、はいはい、もっと先の大きいも手に負えないよね。で、大丈夫、こんなガチな感じで。大丈夫です。大丈夫。と思って、なんかちょっともったいないよね。はい、まあ、それはちょっと担当になったら俺が教育したいね、しっかり。そういうのもやっぱ実際に見なきゃ分かんないじゃん。やっぱうちの店みたいにさ、やっぱ本当の店に1000万使う子は何人もゴロゴロいたりとか、はい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 、テレビしたらやっぱ分かるなと思うけど、目先の利益ばっか取ってもダメですよ、男は。もっとね、遠いビジョン見て、その女の子に伝えて、はい、それに向かってお金使ってもらって、それでやっぱ給料もらうのがやっぱ一番なんだよ。女の子もね、結構応援したいと思わないですよね。まあそうですよ、やっぱり。そうですよ、ね、やっぱ超でお金出すと女の子楽しくないで、やめましょうって言ってくれる。僕はあんま好きじゃないね。おー、かっこいいわ。かっこいいですね。やってきましょう、いきますよ。担当が全然 LINE くれません、はい、しかも LINE が来るのはお店に来てほしい時だけです。そんなんばっかりなの、なんか。はい、マジでチャンネルからずれるね。はい、だいぶ。はい、あ、そういう感じ。はい、そんなん知らないよ、別に。知らない。自分から連絡すればいいじゃん。そうです。そんなん知らないよ。じゃあ、なおとは逆だったらどうする。じゃあ、大好きなキャバ嬢から連絡くれません、もう通ってる
女の子で。ああ、それはもう行きますよ。行かない、行かない、行きますよ、それは。でも逆に、はい、そういう時は何も連絡なく逆にお店行ったらいいかもしれないね。ああ、なるほど、そういうことか、うん、こっちも気にするじゃん、やっぱりそういうそういうドッキリやっぱ嬉しいから。いきなり来たら、俺だったらそうするから、やっぱ連絡なく急に行ったりするから、サプライズ感が。そう、サプライズ感。連絡あってから店に行くんじゃなくて、はい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 、はい、急に行ったりするから。あ、やったら向こうのペースでもストライズなんかいい感じで楽しめるじゃん。なるほど、やっぱいいと思う。はい、それ使ってください。いい回答、いい回答です。じゃあ次行きますよ。指名して4ヶ月になる担当がいます。私は地方在住なので、はい、もう3ヶ月ぐらい会いに行けてません、はいはい、その3ヶ月の間に何度か行く行く詐欺になったことがあります、はい、連絡は取り合ってますが次に会いに行く時も未定です。もしどっこいさんがその立場だったら、はい、どう思いますか。いや、無視します。すいません、もうそれはすいません、もう一回行く詐欺はダメでしょ、そこは。ダメですか。うん、なんかね、まあダメですよね。でも分かる、まあそのホストのスケジュールにもよると思うけど、はい、いや、それはなしでしょ、完全に。その子は来ると思ってやっぱ立った一日の予定だったり計画があると思うから、はいはいはい、もうそれはなしでしょ、もうそれはなしよ、もうダメよ、それはもう女の子ダメよ、もう行く詐欺はダメよ。しっかり行ける日だけね。でも、やめましょう、行ける日だけ連絡するとか。なるほど、ダメですよ、もう考えられません、行く詐欺は。僕は甘くないんだよ、どっこいさんは。甘くない、厳しいんでね。厳しいですか。厳しいんですよ、ダメですよ、行く詐欺は。また話ずれるけど、どっこいさんもまたね、また7月からもうホストまた現役バリバリ復活したんで、はいはいはい、ぜひね、会いに来てください、どっこいさんに。会いに行きたい、会いに行きたいでしょ、だって、はい、まあ、どっかで大体ね、あの5万ぐらいで飲めるんで、どっこいさんにしたらと、まあ、トップ10で働けるんですけど、はい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 、そうですね、5万で飲めるんでね、はい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 。いや、なんかどうでも、まだ何日で始まって、5日5日ぐらいですかね。はい、最初やばいと思ったけど、やっぱ、はい、すごいね。いや、すごいですよ、なんだかんだ。もうあんだけブランクあったら思えないね、3ヶ月の。はい、次行きます。はい、担当が同棲しているかもです。はい、本当にしているなら指名をやめます。同棲をしてるかどうかってどうやったら分かりますか。びっくりだろうね、見てホスト行かない子は。はい、ホストと同棲するってなんか発想がないじゃん。なかなかね、ないですよね。まあ、びっくりじゃん。はい、まあ、やっぱ僕らの業界でもよく聞くんですけど、はい、まあ、担当が同棲してるかもって思うんだ。はいはい、そうです。まあ、ちょっとそれも俺もうすいません、なんかもう基本やっぱ女の子の見方したいけど、やっぱもう、はいはいはい、普通だったらさ、その担当ダメだろとか言うのが一般だと思うんだけど、はいはい、俺だったらホストって指名する担当を探しに行く場所は別に彼氏を探しに行く場所じゃないから、お、別によくないと思っちゃう、なんでも。なるほど、まあ、そんなこといちいち女の子から言われたくないんだよね。ああ、はいはいはい、そこまで管理されたくないんだよ。何なのって思っちゃう、逆に。俺彼氏ではない、彼氏ではない、彼氏ではないと。ホストはホストを楽しむ場所で彼氏を見つけに来る場所じゃないんで。ああ、なるほど、そういう目で見ちゃうから。深いです。まあ、すいません、女の子に厳しいですが、そこは深い。嫌われるようになるからこれちょっと、そうかもしれない。はい、ホストクラブを楽しみましょう、そこは。なるほどなるほど、その瞬間をね、その瞬間を、はい、無理だったらホストクラブを楽しめる人を見つけましょう、もう。おそんなどうせドラゴン気にしたら気がないんで。はい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 、はい、じゃあ次いきます。はい、今の担当が元エースと同棲バレバレで辛いです。貢ぎたいのに貢ぐ気なくなりますって。待って、じゃあ別にダメよ、なんか貢ぐ気あるのに貢ぐ気なくなるって言ったらもう貢ぐ気ないんだからやめろよ。そんな担当はその時点でね、ないよ。もう同棲とか多いね、はい、同棲は気にするなんでもいいんだから。あ、でももちろん僕はギャルとも住んでないんだから安心してください、もうそこだけはね。はい、じゃあ次いきましょうか。はい、好きな担当から同棲しようと言われたのですが、また、はい、もうなんかみんなエースだね、みんな。正直同棲することを OK していいのか分かりません。本当は嬉しいはずなのに自分の中で嬉しい気持ちと何か嫌な気持ちがあって複雑な気持ちです。どっこいさんはどういう気持ちで同棲しようって言いますか。同棲しようってさ、はい、言わなくない、別に。まあ、言わないですね、あんまり。普通そしたらもう一緒に住んでみたいなもんだよね。ああ、例えば最初は家が別々にあって。なるほどなるほど。遊びに行くにつれて、はいはいはい、なんとなく雰囲気でもうなってるもんで、あえて口にしなくない、そういうのって。うん、なんかあんま言わないですね、口に任せるもんから。あんま言わないと、あんま俺その口にしないタイプ。ああ、なるほどなるほど。付き合うときは別に形取らないし、はい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 、そっちどうしようみたいな。すればいいじゃん、すればいいじゃん。まあ、下の嘘か本当か分かるんで。なるほどなるほど、してみましょう、一旦一回してみたら、まあ、してみましょう、せっかくなんで。こんな感じで、はい、これで以上です。あ、以上以上です。はい、終わりましたね。終わりました。だから結構ごめんね、結構女性に厳しい動画になったから。なりましたね、なんかちょっと。そう、まあでも結構リアルな感じでいいんじゃないですか。結構どこさ、なんだろうね、やっぱ女性にはついてきてほしいんで、僕厳しく言うところだったら多いんだよね。で、理解力多い子なんかどこさ無理なんで。どこさ考えたの、俺ってまあ次回に動画にしますか、なんかね。次回に動画にしますか、次回に動画にしますか、そこまで言ってそしたらやりますか、もう。はい、終わり今日は。
今日はこれで。逆にどっかの企画も出てやったんですけど、はい、どっこいさんにそういう相談があったら全然、はい、あの DM ください。 Twitter の方にお願いします。下に概要欄貼ってあるんで、はい、ね、まあ、また質問来たらやりましょう。やりましょう。でもね、今日ありがとうございました。でもチャンネル登録ね、そして、ね、高評価で、ね、コメントでもね、そういう質問受け付けてるんで、でもありがとうございました。どっこいさんだぞ。